はい、お世話になります。 AOZ リブートより HG144/1 ホビーハイザック AOZ リブート版です。パッケージのロゴの通り、福岡のガンダムサイド F 限定アイテムという位置づけだと思いますが、商品説明文には先行販売いたしますの記載がありますので、まあ、いずれ東京他のガンダムベースでも取り扱いはあるのかもしれません。今回は、プレミアムバンダイで発売してくれましたので、そちらから購入しました。福岡では2023年の7月発売、プレミアムバンダイでは2023年12月発送、販売価格3850円となっています。はい、AOZ のハイザックはね、バリエーション豊富なので、ワンチャン商品化あるんじゃないかなと思っておりましたがはい、本当に商品化してくれてありがとうございますと、言わせてください。まあ、あまりにも進化しすぎたハイザックのバリエーションの商品化については期待薄なんですが、マリンハイザックぐらいまではね、なんとか商品化してほしいなと思いますね。あと何かの間違いで、まあ、アイザックが AOZ バージョンでまあ何かの間違いで出る可能性もゼロではないと思うので、まあ、今後の展開も楽しみですね。はい、それでは今回はまずハイザックの設定解説から確認していきます。地球連邦軍がジオン公国軍の名機ザクとほぼ同じ基本コンセプトで、接収した公国軍の開発ノウハウをベースに作った量産型モビルスーツ。連邦軍規格の各種部材が組み込まれており、1年戦争後に本格量産された初の機体でもある。具体的な開発ベースはアクトザクとも、ザク 2F2 型とも言われている。1年戦争後の地球連邦軍はその戦費などにより経済状況が芳しくなかったため、運用する機体は新規開発よりも既存機のマイナーチェンジを主流としていた。しかしながら戦後もジオン軍残党による各所への攻撃は完全に収まらず、連邦軍は戦力不足でもそれらの掃討を行わざるを得なかった。モビルスーツの適正配備は宇宙世紀81年10月に連邦軍再建計画が可決されて以来の懸案となっていたが、宇宙世紀83年12月にティターンズが結成されると、モビルスーツ開発は再び活発化することとなった。こうした中で地球連邦軍はアナハイムエレクトロニクス社と共同でハイザックの開発を行うことになった。宇宙世紀84年7月にロールアウト、翌年85年にハイザックが正式採用され、ティターンズから優先的に配備されていった。誕生したハイザックはザクの発展型というよりは、ザクにジムの設計を強引に組み合わせたハイブリッド機というべき機体である。メインジェネレーターは連邦軍規格のものだが、動力系統は広告由来の流体パルス駆動と連邦由来のフィールドモーター駆動を併用する方式を採用している。しかしこの動力系統の混合からエネルギー経路のスペースは圧迫され、ビーム兵器のエネルギー供給用サプライケーブルは機体各部に露出することとなった。同時にビーム兵器のドライブは1機までに限定され、2つのビーム兵器を同時使用することはできなくなった。コクピットにはアナハイムエレクトロニクス社の後押しで、同社製普及型全天周モニター付きリニアシート JTS-17F が導入された。走行材には当時の最新の部材が用いられており、機体の軽量化を実現した。同時に燃料積載量の増加も可能となった。バックパックには MS-06R に近似するタイプを採用。燃料の積載量やスラスター技術の発展もあり、無重力空間における機動性は向上した。こうしてハイザックは生産性と操縦性の高さから連邦軍全体に主力機として配備された。機動戦士ゼータガンダムではティターンズの主力機体として登場する。後に主力機の座はマラサイやバーザムにとって代わられるものの、最後までグリプス戦役を戦った。機動戦士ガンダムダブルゼータでもネオジオンに接収されたか、ティターンズ残党によって持ち込まれたかは不明であるが、ネオジオンに占領されたダカールにワンシーンで本機が登場。グレミーの反乱の際には、
キャラの配下とグレミーの配下の両方にマラサイとともに確認できる。雑誌企画 AOZ リブートでは、火星に流れ着いたティターンズ残党の機体を火星のジオン残党組織レジオンが露獲し、自戦力として使用している。バックパックのバインダーを取り外してトライブレードに換装した機体のほか、脚部のスラスターを取り外してバックパックをマラサイのものに変更した軽装型も開発運用されている。はい、ということです。ではここで AOZ リブートの概要を確認しておきます。機動戦士ゼータガンダムの公式外伝で、第1弾ティターンズの旗のもとにと、第2弾時に抗いし者に続くアドバンスオブゼータシリーズの第3弾にあたる AOZ リブートガンダムインレクロウサギの見た夢本編に先駆けて、電撃ホビーマガジンで連載された企画、ティターンズの旗のもとにやガンダムインレクロウサギの見た夢に登場したメカニックの設定を藤岡健貴の書き下ろしによるイラストとともに再整理していく。電撃ホビーマガジンの休刊後は電撃ホビーウェブに移り、不定期に連載中。はい、ということです。説明の通り AOZ リブートは AOZ シリーズに登場したモビルスーツを中心に藤岡氏のイラストとともに設定を紹介していく企画です。すべてが AOZ シリーズ登場モビルスーツのみで構成されている企画ということでもなく、設定解説を進める上でね、モビルスーツの系統図に必要となる機体はシリーズ未登場のものもたくさん出てきますから、今回のホビーハイザックについては AOZ のシリーズの作中に登場したということではなく、 AOZ リブートのテイストでリデザインされたということなんだと思います。はい、では続いてホビーハイザックについてです。映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場するネオジオン所属のモビルスーツ、用途廃止となったモビルスーツは民間に払い下げられ、一部のサイドや月面都市の市民自衛軍に配備されたり、武装の撤去や戦闘用 OS 各種データの消去を施された上で、スポーツや個人の趣味用などに利用されるといった例が数多く見られた。本機体もその一種であるが、ロンドベルの本拠地であるサイドワンコロニーロンデニオン内で交渉中のシャーズナブルを民間機を装いつつ陰ながら護衛を行うために用いられた。外装は多くの部分でハイザックカスタムに近い特徴を備えている。コクピット内部はグリプス戦役当時のハイザック標準のものでも、その他の機体で広く採用された普及型でもなく、ガンダムマーク2などで採用された比較的珍しいものとなっている。はい、ということです。では続いてホビーハイザック劇中での活躍についてです。第2次ネオジオン構想機にネオジオンのパイロットでもあるギュネイが使用。サイド1の頃にロンデニオン内でクエスパラヤを連れ去るシャアを救出している。またクエスとギュネイが同乗してクエスの訓練機としても使用され、トンボ返りなどを披露している。ハイザックという機種のチョイスか、もしくはそのカラーリングを指しているのかは不明だが、目撃したモビルスーツ愛好者からは好意的な評価を得ている。第二次ネオジオン構想前の時代を描いた漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの期間では、ゴップ自然公園のアトラクションの一つとして本来の用途に供されている。はい、ハンドパーツは握り拳のみです。今回は武装は付属しませんが、連邦系のモビルスーツで、トリガーガードがオミットされたタイプのグリップの武装であれば互換性はありそうです。ザクマシンガンなどジオン系モビルスーツの武装の場合はハンドパーツごと移植する必要はありそうです。頭部、大腿部、膝関節などにわずかに合わせ目が入ります。ある程度自由に顔の向きを調整可能です。物合いの位置変更が可能です。肩関節は前方向に引き出し可能です。腕は左右ともに地面と水平程度まで持ち上げが可能です。肩、上腕の付け根、肘関節の付け根、手首に回転軸です。肘は180度近く曲げることができます。
部と腰部の可動点で適度な前後屈と姿勢の傾けが可能です。そして腰に回転軸です。横方向、縦方向ともに十分に開脚が可能です。股関節の軸が斜めにスイングします。大腿部に回転軸です。膝は90度ほど曲がります。柔軟な足首関節で地面の接地性も十分です。バックパックのスラスターの角度調整が可能です。はい、ということで以上ホビーハイザック AOZ リブート版のレビューでした。普段首関節で使われるおなじみのポリキャップが、今回のキットでは天地を逆にして、肉抜け穴がダブ穴として利用され、さらにそのボールジョイントがモノアイレールの回転軸になっているという、まあ、今まで見たことのない使われ方をしていて、新鮮でしたね。はい、それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。